京都市左京区の実相院。およそ800年前、鎌倉時代に創建されました。寺の一室にある床には青々としたもみじの姿が。床緑と呼ばれ親しまれています。23年ぐらい前ですかね。その時はこれほど照ってませんでしたので、一生懸命磨いて磨いてきれいにした。季節が巡るとその姿も移ろいを見せます。一番いいですね。日が出るとさ、はい、すごい。あ、これ素晴らしい。すごい違う。こっちからの。日が出るのと出らないのじゃ全然違う。おお。やっぱり高さ変えることによって見方が違うし、あの色の範囲、使われも違うなと思って感動の感じられる。 そんな感じかな、ね、感動だらけっていうのがありますね、まあ、見た甲斐がありました。最高ですね。ゆっくり眺めていただいて、頭の中に脳に焼き付けていただくというふうに考えてましたんで、まあ、レンズを通すよりも生の床もみじを見ていただきたいなと思っております。床もみじは来週初め頃見頃を迎えるということです。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットで